1、鹿児島県を守る小桜一家とは。小桜一家は九州の鹿児島県を縄張りとする指定暴力団です。構成員は約80名と多くはありませんが、鹿児島県内においては大きな勢力を保持、1948年に鹿児島県で結成され、4代目まで続いており、平岡喜坂が総長を務めています。小桜一家は独自の動きをしており、県外には進出しないと同時に県外からの他の暴力団の侵入を許しません。その方針もあって、鹿児島県に進出しようとした山口組と抗争状態にあります。それでは小桜一家について詳しく見ていくことにしましょう。2、小桜一家とは。小桜一家は鹿児島県鹿児島市に本部を置いています。2020年末時点で約80人の構成員を擁しています。1948年に初代総長の大里清蔵が鹿児島市内に本拠を置き、小桜組を結成したことから小桜一家の歴史が始まりました。1957年頃までに鹿児島市内をまとめ上げます。そして1961年に2代目を継承した片平隆ですが、若くして亡くなってしまいました。1969年に3代目を神宮寺文雄がわずか36歳の若さで襲名しました。また名称を小桜組から小桜一家に改称します。神宮寺総長は数年で鹿児島県内を離島を含めてまとめました。他組織が鹿児島県内に侵入してきた際には小桜一家総出で団結して戦うことを貫きました。1988年に3代目で若頭を務めてきた平岡喜坂が4代目総長を襲名します。そして1992年7月に暴力団対策法に基づき指定暴力団に指定されました。しかしながら我々は暴力団という認識はないと反発しています。警察庁は小桜一家について小桜モンロー主義と言い表しています。19世紀前半にアメリカ合衆国がヨーロッパ諸国に対してアメリカ大陸とヨーロッパ大陸の間の相互不干渉を提唱しました。この考え方をモンロー主義と呼びます。つまり小桜モンロー主義とは、小桜一家が県内と県外の相互不干渉を貫いていることを指すわけです。小桜一家は鹿児島県外には侵攻しないし、だから他県の暴力団も県内に干渉するなというメッセージを出していました。このことを鑑みると、小桜一家はかなり得意な指定暴力団だと言えるのではないでしょうか。ですが小桜モンロー主義に黙って従っている暴力団ばかりではありません。日本で最大の勢力を保持している山口組は鹿児島県へ進出しようとし、小桜一家と対立しています。2009年の鹿児島県議会の報告では、小桜一家と山口組の対立が激しくなっているとしています。それと同時に鹿児島県内での勢力拡大のため活発に動いているとされ、警戒されていました。現在でも小桜一家は反山口組を掲げており、今後の展開から目が離せないと言えるでしょう。3、小桜一家組織図。現在4代目まで続いている小桜一家ですが、組織図を見ていくことにしましょう。4代目総長は平岡喜坂です。射程頭は堀組組長の堀正一郎、若頭は富尾雄一。射程頭と若頭の関係について見ておきます。親分の子の中で筆頭であることから若頭、親分の弟の中で筆頭であることから射程頭。一般的に組織において若頭はナンバー2の地位です。ですが射程頭に対して若頭はおじきや兄貴などと呼ぶのが普通です。若頭が子だとして、若頭からすると射程頭は兄さんやおじさんという関係だということですね。本部長は永田末成、風紀委員長は鶴の園道義、し顧問は堀正一郎です。総長射程は鶴竜組組長の鶴園文夫、関直光。若頭補佐は2代目鶴勝組組長の松藤治、2代目気流会会長は関直光からだとなっています。4単山口組である小桜一家。小桜一家は
小桜モンロー主義を掲げており、県外からの暴力団の進出を認めていません。それにもかかわらず、鹿児島県という島を狙う組織も現れるわけです。その組織が日本で最大の勢力を誇る山口組でした。2003年に鹿児島に侵攻してきた5代目山口組傘下の構成員と小桜一家傘下組織幹部の乱闘が発生しました。同年2月に小桜一家の総長経営の金融会社に銃弾が撃ち込まれる事件が発生します。2021年現在も小桜一家は反山口組の姿勢を崩していません。関西異性の暴力団で山口組と親戚関係を結んでいない組織は小桜一家を含め10団体もないのです。さらに九州を本拠地とする暴力団の親睦団体4社会にも属していません。ここまで他の暴力団との関係を持たない自主独立の組織はほぼほぼないでしょう。小桜一家の孤高ぶりがわかるのではないでしょうか。約80名という小規模な組織ながら独立を維持しているというのは並大抵ではありません。後山口組との対立構想、小桜一家の3代目総長神宮寺文雄はモンロー主義を貫きながらも県外組織との交流も行っていました。3代目山口組と交流を持ち、4代目を竹中正久が襲名する際には神宮寺総長は推薦となっています。ですが次第に山口組の鹿児島県への進出が目立つようになりました。そして2003年に5代目山口組と小桜一家との間でとうとう乱闘が起こってしまったというわけです。この乱闘事件からさらに対立がエスカレートします。2003年2月に小桜一家総長経営の金融会社を含め5代目山口組との抗争の余波で4件の発砲事件が発生しました。この両組織の抗争を受けて鉄砲刀剣タグ一所持刀取締法違反などで24人が検挙されています。そして拳銃3丁が押収されました。これらの事件が起きて以来、小桜一家の反山口組という姿勢が鮮明になりました。それ以降も小桜モンロー主義の姿勢を崩していません。 6. 小桜一家が起こした事件。現在世界中で新型コロナウイルスが蔓延し、日本においても収まる気配がありません。そんな中、小桜一家傘下の組員がコロナに乗じて詐欺を働いたのです。4人の小桜一家傘下の組員が共謀し、個人事業主の実態がなく経営悪化の改善計画がないにもかかわらず虚偽の書類を提出していました。そして鹿児島市と姶良市の金融機関で合計約3000万円を騙し取った疑いが持たれています。別の事件で4人のうちの2人が逮捕送検されていました。その事件の際に押収した証拠品から4人で共謀した詐欺事件を裏付ける証拠が発見されたのです。別件で逮捕されていた2人はなんと8回目の逮捕です。これはとても看過できない事態ではないでしょうか。世間がコロナで苦しんでいる中、コロナ禍を悪用するのは非常に悪質だと言えるでしょう。次は小桜一家系幹部が逮捕された事件です。2015年9月、鹿児島県大崎町の自宅で当時交際した女性の1歳の息子に対して怪我をさせた疑いで逮捕されました。首がしっかりしていない1歳の子供に対して体や頭を前後に揺さぶるという危険極まりないことをしでかしたのです。そのため成長した後も右半身麻痺などの後遺症が残ってしまいました。これはとても許されることではないでしょう。小桜一家系幹部は指名手配されていましたが、2020年1月に警察に出頭して逮捕されました。さらに2019年6月24日、4代目小桜一家総長平岡久から2人が有印私文書偽造などの疑いで逮捕されました。熊本県のゴルフ場にて偽名を使用してプレーしたことが逮捕容疑です。ですが同年7月4日付で2人は不起訴処分となっています。7まとめ、鹿児島県に本部を置く指定暴力団小桜一家についていろいろなことを見てきました。小桜モンロー主義という独自路線を行く小桜一家ですが、今後
山口組との関係はどうなるのか気になるところですね。